どうもしゅんです。こんにちは。こんにちは。はい、ということでですね、僕たちは今とあるオフィスの中に来てるんですけども、今から僕とスーツくんで、会社の採用面接を受けようっていうことで、はい、しかもいつも採用面接とかされてる方の面接を受けるんですね。そうなんですよ。世代的には21歳同士ということで、就活生もうバリバリの、なんていうんですかね、真っ最中だと思うので、うん、僕たちが実際に面接を受けたらどうなるのかっていうのを皆さんにお見せできたらいいなっていうふうに思ってます。ちなみに僕も高校の時に高卒で就職しようとして不採用になったんですけど、就活はやった経験があるんで、ちょっと個人的に懐かしいなと思って。確かにそうですよね。で、今回ですね、面接官の方3人になんと、はい、参加していただいたということで、結構豪華でお忙しいです。いや、本当にありがとうございます。ということで、じゃあ実際にやってみようと思います。お願いします。お願いします。株式会社コミングルの林です。株式会社コミングルの佐藤です。株式会社コミングルの吉川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私たちの会社は金沢のためになることをするって、こう3年前に創業したもうベンチャーなんですけども、金沢市内で一棟貸し貸し切りの宿を16棟、運営しております。ビジョンが100年後も家族で住みたい地域を作るっていうビジョンなので、ビジョンに共感していただけるような方が来たらいいなと思って、採用しています。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ最初簡単に自己紹介、それぞれの自己紹介と、はい、学生時代頑張ったこととか、はい、自分の強みとかを絡めながらお話ししていただいてもいいですか。はい、わかりました。じゃあ僕からいきますね、はい。金沢大学3年の福田俊です。学生時代頑張ったこととしては、一言で言うと YouTube 活動です。で、僕自身は大学2年の時から YouTube 活動を始めて、現在は、就活生向けに、動画コンテンツを発信してて、登録者数が約2万人ほどいます。もともと失敗の経験から YouTube 活動を始めて、いろいろ試行錯誤した上で、現在も活動をしているっていう、形です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。私、横浜国立大学から参りました4年生の須藤徹と申します。私も大学時代一番頑張ったことといえば、やはり何といっても YouTube の活動で、そこでは特に利益を上げるということを第一にして活動してきました。で、実際に、多分今年度特に不調にならなければ、円ぐらいの売り上げを見込んでいます。すごい。で、そうなんです、まあ、多分これから先も伸びると思うので、実際にはぐらいになるのではないかと思うんですが、そういう風な予想を立てています。で、そんなに売上上がるんだ。まあ、そうですね。ちょっとやっぱり他の同じぐらい、まあ、僕の登録者の規模って20万人くらいなので、そんなに高いですか。まあ、ただ20万人くらいだから、そんなにすごい大規模というわけでもないんですが、まあ、その代わりに規模が小さくても売上が上げられるようにということをいろいろと研究して、業界の中での、まあ、存在感はある方かなと自分でも思っています。なので、そうですね、売り上げを上げるっていうことをもとにかく第一に考えているので、その点は、まあ、他にはない強みだと思います。質問いっぱいしたいですね。答えられるかな。とみあるどういう環境でとか、あなたが何を大事にして働きたいですかっておっしゃったときに、はい、こう成長することが大事って言ってたじゃないですか、はい、自分が今までって一番成長したなって思うタイミングとか、はい、こう瞬間ってあります？一番はやっぱ会社を作ったっていう経験が成長につながったなっていうふうに思いました。確かにそれはそうですね。具体的に言うと、その会う人が変わったりとか、うん、環境、その場所が変わったりとか、物の見方とかが変わったので、うん、それによって考え方が大きく変わったなっていうふうに思って、それが一番の大きな成長かなっていうふうに思います。すごい。もっともっとなんか興味があるので聞いてもいいですか。はい、生まれはどこでしたっけ。石川県金沢市です。あ、そうなんや。はい。で、中学は古生町です。あ、古生町。はい。あ、そうなんや。俺見学中やわ、はい、あ、じゃあ旅行ですよね。そう、旅行、旅行。あ、そうなんや。そう、兼六園の横の中学校で。あ、ありますね、横に。はい。そうそうそう。ちなみに小学校、中学校ってどんな感じのタイプの子や。小学校は1学年が18人の小学校で、いや、馬場小学校です。あ、馬場小ってそんな少ない。そうなんです、馬場小少なくて、もうスクールカーストみたいな、いわゆるあると思うんですけども、中学校も80人ぐらいしかいなくて、そのカースト制みたいなのがなかったんですよ。あ、はい、いわゆる横列というか家族みたいな感じだったので、はい、なかなか立ち位置みたいなのは分からないっちゃ分からないんですけども、いわゆるスクールカーストと言われる、
陰キャラ、陽キャラ、ファンピーという、そのカーストとはまた別カテゴリーでいる変なやつっていう感じだったと思います。なるほど、なるほど。なんかそこのどんな人でも仲良くなるし、こうどそこに行ったらパッとこうなんか雰囲気が明るくなるような感じの。そうですね、よく言えばそうかもしれないです。今までの人生の中で、うわぁ、しんどかったな、一番辛かったなっていうのは、うん、なんか、いつなんやろ。彼と似てるんですが、あ、そうなんだ。はい、私は仮面浪人はしてないんですけど、うん、あの実は高校出身はですね、偏差値40ぐらいの、あの工業高校というのに一般的に分類されるらしいんですけど、そっから横こぎ行ったんですか。そうなんです、あのそれすごい。鉄道学校っていうのが、あの岩倉高等学校というのが東京にあるんですけど、私立学校でして、で、あの鉄道のことをこう勉強するような学校なんですよ。鉄道好きやった。そう、そうなんです。もう中学生の時点でそこに行こうと決めていたんですけど、全国に2つぐらいしかない非常に珍しいところで、あの学生の僕の卒業した時の生徒は6割ぐらいが鉄道会社に何らかの形で、うん、現場の職員としてあの入社していったんですが、そこであの私も JR 東日本に入って、あのそうすると JR の社員になると JR の電車タダで乗れるようになるから、それでタダでいっぱい旅行しまくりたいと思って、あのそこへ入って勉強したんですね。でただ結果的に、高校3年の10月にあの結構有力視はされてはいたんですけれども、不採用ということになって、で正直あの、まあ、卒業もし不採用になったらば大学に進学しようとは思っていたんですが、そうは言ってもいざそれが現実のものになると大して大学受験の準備などできてないというのは実際のところで、高校3年の10月に英検2級ぐらいの英語力があったんですけど、それ以外はもう全く大学受験の勉強も何もしていなくて、それから勉強っていうのはかなり大変でしたね。で、1日20時間ぐらい毎日勉強して、だからあの学校も、まあ、正直もう毎日サボってですね、あの学校に行かないで自分で勉強していたんですが、そんなに自分の生産性が良くないなっていうのをその時に20時間やってる間に実感しましたね。20時間ってすごい。ただそれを結果的に克服したのは非常に簡単というか、あのたやすい克服だったんですけれど、の横浜国立大学の推薦入試があるから受けてみたらどうだと言われて、で何も対策をせずそんなものは合格するはずがないと思って、試験会場でもあの20時間勉強やっぱりあの、まあ、20時間できてなかったですけど、その日はあの試験の会場でも英語の単語 の暗記とかしてて、全然当日の新聞も読まなければあの時計さえも会場に持っていかないみたいな割とこう適当な受け方をしたんですが、あのそれでまたあの全体の試験も全体の半分ぐらいしか回答できなかったんですけど合格したんですね、その時に。そうで、それはなんで合格したのかなっていうのを考えた時に、あの結局は一生懸命勉強するよりも自分の持っているものがまずどういう強みがあるのかっていうのをちゃんと認識して、それから努力するっていうことが本当に大事なんだなと思いましたね。ただがむしゃらに20時間勉強するっていうのは分かりやすくて、あのまあはっきり言って精神力さえあれば誰でも20時間の勉強なんて1日が24時間なわけだからできてしまうと思うんですけど、でもそれよりもあのもっとするべきことが他にあったなって今では反省してます。大学時代の自分に爪の赤を先生伸ばせたいですね。先ほど チームとかでこう仕事をしたいってこうおっしゃってたじゃないですか、はい、でやっぱチームのメンバーから見たら須藤さんはこういうふうな強みをもっとこう努力者を開花するんじゃないかと思ってると、うんうん、でも自分から見たらでしょ。ああ。であると思うんですよ。今後の人生で。はい。そういう時どうします？それは純粋にこうなんか。確かにそうですね。そうなったらば、今までの人生であまり人の言う通りなことをしてきたことは正直言ってなかったです。なので、そういう人のアドバイスと自分の意思が食い違った場合は自分をやはり優先するということをやってました。ただ一方で。あのこういうちゃんとしたしっかりとした会社に雇っていただいた経験ってあんまりないんですけど、アルバイトの時とかは例えばあの人からこう話をされた時にはここをこうしなさいというふうに言われた時は逆にあのそれが合理的なものだというふうに自分でもある程度認識できていたので、うん、はい分かりましたと言ってそうやるし、それから人とこうそういうふうなこう議論をする時にあの相手がそのように自分に対して言ってくるということはそれはあの私がただ単に成長してあの私の対する利益になるのではなくて、うん、あの会社全体のことを考えていっているので、やはりその会社の一員として自分がどうしたいということの他にあの、まあ、一つの法人が大きくなるかどうかで ある種その人があの私にそういうことをやってみなさいと言って結果的に努力したけど能力が開発されなかったのは半分あの私一人が失敗したわけではなくて、その全体の全員というかその人と
私のこう判断の間違いでもあるので、なんとかこう、難しいんですけれど、自分の意見をある程度希釈することは多分すると思います、その時は。人の意見を聞くっていうことは、おそらく自分ではそういう場合であればできるだろうと思います。ただやはり個人的にこんなのやっても伸びないだろうなと思いながら取り組むことになると、どうしてもペースが落ちるだろうなと考えないとやめません。それはそうと思います。時間もあれなので、はい、僕がもう一個必ず面接の時に聞いてる質問があって、はい、自分は運がいいと思いますか？僕から言わせていただくと、結論めちゃくちゃ運がいいなっていうふうに思ってます。めちゃくちゃいいなっていうふうには思ってます。で、理由と言いますと、たまたま YouTube という媒体でやって、で、その企業訪問だったりとかインタビューをするっていう企画をやっていて、もう自分が会えないような、普通の大学生で会えないような人に会ったりとか、貴重な体験をたくさんできて、それを通して自分が、考えていることとかが、ちょっとずつ成長していってっていう経験ができているので、圧倒的に運がいいなっていうふうに思ってます。はい、私も大変自分の運がいいと思っていて、まずもう鉄道を好きに、鉄道好きに生まれて、それをさらに特に深めようというぐらいまで興味を持ったことによって、結構やっぱりいろんな歴史とか経済とか、さまざまなところと密接に関わりがあるものなので、いろんな方面の勉強がそこで自動的に進み、知識が入ってくるっていう点でまず良かったです。で、それから、それを生かして、YouTube とかそういった媒体で簡単に発信ができるという時代に生まれたこともまた大変幸運だったと思うし、で、最近よく思うんですけど、そんだけ運がよく生まれたので、せめて会社の税金はしっかりと国に納めて、他のいろんな人にぜひ所得の再分配を進めていきたいなとか、それはやはり自分が幸運だと思っていることが原因で考えてます。はい、そんな感じです。なんか逆に質問とか聞きたいこと？ああ、なんだったっけ、忘れちゃった。じゃあ、ここからいいですか？そうそうそう、はい、どうぞ。そしたら、大変気になるんですけど、今のコミングルさんの会社を抱えている課題と、それからそれをどのように解決しようと考えているかみたいな、もしよかったら僕たちがどういったところで実際に普通の YouTuber としてでもいいので、何か僕たちに実際に貢献できるようなこととかあれば教えていただきたいです。まず課題ですけども、はい、僕らはコミングルっていう会社名でやってて、そのタビネというブランドの宿をやってるんです。で、このタビネっていうブランドを、今一度こうリブランドして、こうもっといろんな人にこう伝わるような、ものをしていきたいなと思ってます。で、理由は今金沢市内にたくさんホテルも建ってきてて、こう宿泊っていうことだけを考えた時にものすごく競合が増えてる状態なんです。で、もう一つはこう楽天とかジャランとか、ブッキングドットコム、エアビアンビーとか、こう OTA ってこう言われる予約サイトあるんですけども、そこからの予約がうちの7割を占めるんですよ。で、普通のホテルだと9割とかそういうことがあるんで、うち3割直接予約なんで、比較的多い方なんですけども、ずっとこの7割とかにこう頼るっていうのは怖いなというふうに思ってます。なので、この今の課題ですね。だからそのたくさん競合が増えてきて、レッドオーシャンになりつつあるっていうのと、こう直接予約じゃなくて集客を別の人に頼んでしまってる現実があるっていうのが課題。僕からそこについての質問なんですけど、ウィングルさんはどのように他のなんていうんですかね、ゲストハウスとかと差別化してるんですか？今現状は僕たち今16棟やってる中の、1棟がゲストハウスで1棟がホテル、あとは全部1棟貸しってい こう一軒家を、6人とか10人とか貸し切れますよっていうような宿なんです。コテージみたいな感じですね。なのでこうで、その大人数で泊まれますよっていうようなものっていうのはいきなりバーって増えづらいですし、なんていうんですかね、こうそこに10部屋作って10人泊まれるようにした方が稼働率も高いし、売上も上がるので、大手はそっちへやりたがるんですよ。だから、そこはこうまだまだこう増えてないので、そこでこう一番の差別化をしているというような状態です。うん、なるほど。まあ確かに1棟を1組で貸し切れるっていうのは大きな差別化ではありますね。今金沢に、今今年中に僕ら20棟ぐらいになるので、20% のシェアを今取ってるっていうのは
状況です。なるほど。じゃあ今ちょっと考えついたのは、まあ、こういった PR、うん、PR 動画を作成してさせていただいたりとか、あとは何だろうな、まあそうですよね、具体的に今すぐできるお力になれることとしてはそういったことが一つしてあげられる。それが、ただそのパッと思いつくところで言うと、そうで、課題が今そういうところがある中で、僕たちは何をしようかっていうところで言うと、その PR の前にまずブランディングやなと思ってまして、うん、そのブランディングをしていこうって思ってます。なので旅ねっていう、今16棟旅ねってあるんですけど、あの町屋の旅でもあれば、こうアパートの旅でもあれば、うん、こうなんかちょっと古い家の旅でもあれば、うん、ペットを泊まれる旅でもあれば、こう旅の中でいろいろ混在しちゃってるんですよ、うん、なのでもっとこう綺麗に分かりやすくして、うん、こう金沢で暮らすように旅をするんやったら旅ねだよねっていうふうなふうになるように、こうまず交通整備とブランディングをしていこうかなって思ってます、うん、なるほど。で PR ですね、その後は、うん、そんな感じで。なるほど。ちょっと疑問に思ったんですけど、私も本当に家に帰ることがほとんどなくて、もう基本的に旅行しているので、うん、全国のいろんなところにもまさに泊まり歩いてるんで、でやはりある程度安心感があるのは、この町にもこの町にもここにもあるみたいな、そのいろんな全国の町にあるところは、あここはちゃんとしているから大丈夫とか、勝手方は自分でも分かっているので、うん、やっぱりここだなっていうふうになるんですけど、その町独自のものというふうになると、どうしてもおそらく名物とかそういったものにはなりうるんだろうけれど、こう認知をする上で金沢市にしかないというよりも、金沢市と例えば富山市にもあるとか、そういった方がまあ、広まりは早いのかなとちょっと勝手に思ったんですが、他の都市に出す計画とかそういうのは全く今のところはないんですか？実はちょっとあって。ああ、そうなんですか。でただ、はい、旅ねの運営は僕ら金沢でしかしないって決めてるんですよ。っていうのはやっぱりその僕らは金沢が好きになってもらうことが目的し、金沢のファンをするのがビジョンなので、例えば福井だったらば、福井のその良さを発信したいようなところに旅ねのそのブランドをこう与えるような形で、あくまでこの金沢でこう基準でこうあれですね、出展して。そうですね。そうですね。じゃあ目的が金沢をのファンをつけたいっていうことであるならば、まあ、でも仮に例えば東京で旅ねの第何号店をオープンするってなったとしても、そのノウハウを4年分けした上で、東京の人もその東京の旅に泊まることによって金沢に来るきっかけになればいいなっていうふうに。そういうストーリーがあるんやったらそれはあると思います。金沢を知れる東京のサテライトみたいなのやったらそれは確かに全然あるんですよね、うん、あ、そうか、そういう使い方もあるんですね。そうですよね、うん、でその金沢、最初僕ら金沢にこだわってこうやってたんですけど、はい、こうやっていくうちに金沢だけでやっていこうって限界があるし無理やなと思ってて、うん、やっぱり能登の自然には勝てないし、うん、こうね、福井富山のこういいものたくさんありますから、うん、そのもうちょっと広域で見た時に、うん、こう例えば外国人から見た目線でしたら、こう北陸っていう地域、いや日本海側で1週間2週間こう日本を楽しんで帰る、うん、っていう風なこう発信とかができたらいいなって思ってるので、うん、そういう、こう仲間がこう周りに増えていくっていうようなイメージで、そういうのはありやなと思います、うん。確かに。あと、はい、まあ、これ素朴な疑問ですけど、まあ、YouTube をやりながら株式会社も自分でこう所有して経営されている中で、うちではどんな働き方したいなって思ってます？僕としては、例えばオフィスに何時に出勤して、うんうんうん、何時間働いて退勤してっていう働き方っていうよりは、まあ、きちんと何て言うんですかね、自分の強みをしっかり生かした上で最大限、うんうん、なんですかね、お力になりたいなっていうふうに思ってるので、うん、具体的な働き方としては、例えば今東京に一時的に住んでるんですけど、うん、でも、働けるような、まあ、例えばその YouTube を強み、YouTube の強みを生かしての働き方であったりとか、あと SNS の運用であったりとか、そういった、まあ、リモートでもできることかつ自分の強みを生かせる働き方をさせていただきたいなっていうふうに思ってます。そうですね、私も
正直自分が例えば事務職とか、うん、それから営業ぐらいだったらいいかもしれないですけど、うん、通常のいわゆるデスクワークみたいなのが向いていないなと自分でも思っているので、むしろやはり旅行とか関連の間ではとても知名度が高いですから、それを生かして貢献できたら一番望ましいと思うし、それから知名度だけではなくて各都道府県のつながりを使って情報を集めたりとか、それから他の業界を例えばこう見てくる上でも多分また皆さんも多分専門 の, お仕事をされているけれども、旅行に関しての視野は普通の人よりはかなり養われていると思うので、具体的にどういったことができるかというのをすぐここでお伝えすることは難しいですが、ただその知名度とそれから自分の独自の視野を何か貢献できるような働き方 で必要によっては出勤したりとかそういったことも準備させていただきたいと思います。じゃあでは面接を、終了させていただきます。今日はありがとうございました。せーの、不採用。